ばんは。こんばんは。皆さんありがとうございます。ちょっと本当に10分ぐらいだけ配信でちょっとご挨拶をさせていただきたくて配信をしました。今日目腫れてますね。そうですね。はい。今日の卒業公演にて、卒業公演にて、間違えた。もう卒業してるじゃんって。今日の公演にて、今日の公演にてですね、卒業発表をさせていただきました。はい、ちょっとファンの皆さんには驚かせてしまうことになって申し訳ない気持ちでいっぱいですけど、7年間応援してくださった感謝で私はいっぱいです。本当に本当に今日配信見てなかった方もいると思うし、公演に入ってない方ももちろんたくさんいらっしゃるので、ちょっとショールームでね、皆さんにご挨拶させていただきたくて、まだまだ卒業は秋の予定なので時間がありますので、あるって言っても数ヶ月にはなるんですけど、話したいことはねまた後からたくさんお話できる機会があると思うので、ここでは皆さんにただこうお顔を見せてありがとうございますっていうのを伝えたい思いで配信させていただいてます。はい。皆さんありがとうございます。本当に、本当に卒業発表の時に話した通りで、なんだろう、こうやっぱり最近すごく後輩たちが力をつけて前に出ていってるのを見ると、HKT が新しく進化していってるような、なんだろう、本当になんだろう、よく HKT もう一期生さんとかが卒業されて誰がいるかわからないとか、 HKT ファンじゃない方には言われたりもしますけど、なんかこうそうやって卒業メンバーが増えていって、私がこう HKT をリハーサルとかそういう場で見た時に、なんかこう新しい HKT に生まれ変わっていってる気がして、なんかそれはすごく HKT の未来が明るく見えたんですね、私は。そうで、私自身もやっぱり25歳を目前にしてこのままでいいのかなって考えることも去年ぐらいから増えまして、自分自身本当に寂しさもあるのですごく悩みましたし考えましたし、あとは会社の皆さんとも本当にたくさん本当に本当にたくさん話し合いをして、
決まった卒業でした。はい、最近ちょっとファンの皆さんに卒業するのって言われる私のファンの皆さんが勘が鋭いのかな、卒業するのって言われることが私実はすごく多くて、卒業するのって聞かれるとやっぱり卒業しないよってまだまだ言わない、卒業しないよっていうことを言ってしまっていたので、先日のオンライン握手会のイベントでもたくさん皆さんにこうできない約束とか嘘をついちゃったんですよ。悲しくなっちゃう。そうなんですけどね、秋には卒業コンサートが開催させていただけるっていうことなので、そうですね、本当に私にはもったいないようなありがたい機会を最後にいただいたので、ファンの皆さんに感謝を伝えられるようないいコンサートにできたらなと思ってますし、最後の最後まで一緒に楽しい思い出作りたいなって思ってるので、ぜひ皆さん最後まで見守ってくださったら嬉しいなと思います。本当に急な卒業発表って突然なものなんですけど、突然の発表で驚かせてしまった皆さんすみません。私もなんか卒業発表で私雲上ひろなはっていうところまでなんか実感がなくて、自分で卒業のことはずっと考えてたのに、いざ言葉にしようとするとこんなにいろんなことが足バックするんだなっていうか、いろんな人の顔が思い浮かんでなんでだろう、泣かないと思ってたんですけど、こんな感じで勝手に涙が出ちゃって息が吸えなくなっちゃって、なんか途中本当発表しながら何度かなんかで私の変な呼吸がマイクに入っちゃってめちゃくちゃ恥ずかしかったんですけど、こんなに胸が苦しく息が詰まるんだなって思って、なんか私卒業するときどうなるんだろうっていうぐらい寂しくなっちゃいましたね。目の腫れがすごい。はい、よし。そう、愛知がすごい泣いてくれてちょっとなんか泣きすぎてて、面白いぐらい泣いてくれて、吉川マネージャーさんが動画撮ってました。私も撮ったんですけど、はい、本当に、まあ、まだまだこうやっておしゃべり、なんだろう、
皆さんに向けて思いを伝える場面はいろいろとあると思うので、ここで多くはお話しせずにですけど、とりあえず本当にとにかく、発表させていただきましたっていうことと、皆さんに本当にありがとうございますを改めて伝えさせてください。ちょうど数日前のオンライン握手会で、前回のシングル、あ、今回か、今回のシングルの、ん？今回っていう言い方でいいんですよね、握手会が終わっても。最新のシングルのイベントが終わっちゃったので、なんか皆さんとこう一対一で目を見て近くで言葉を交わせる機会がなんかあるのかないのかわからないので、本当に先日のおしゃべり会とオンライン握手会の時は、なんだろう、話しながら結構私も悲しくなっちゃいました。なぜか私の、おしゃべり会で涙を流してる方がいたりして、なんか不思議ですね、みんな感じてるのかなとか。はい、ということで、なんかあまりダラダラやってもね、今日はちょっと私も落ち着いてのんびり皆さんのコメントを見させていただいて、っていう風にしようかなと思います。本当に皆さんありがとうございますと、最後までどうかよろしくお願いします。卒業については、日向には相談をしていて、で、そうですね、ずっと相談はしてましたね。あとは卒業しますっていうのは、まあ日向にはずっと相談はしてたので別ですけど、あの一番最初に伝えたのは村重さんですかね。村重さんが卒業するときに2人でご飯に行ったときに、私に伝えてくださって、それが最初に伝えたって言ってくれたんですよ。だから偶然村重さんに会う機会があったときに、伝えました。最初に私に伝えてくださったから、私もと思ってさらっと伝えました。あとは葵さんにも伝えさせていただいて、そしたら葵さんが公園見に行くよって言ってくれて、私がちょっと緊張しちゃうんで大丈夫ですよってわざわざ来てくださるって言ったから、そんなそんなって言ったんですけど、終わってから楽屋にいて見てくださっていたみたいで、本当にお休みの日なのにわざわざ劇場に足を運んで見に来てくださってました。はい感謝ですね、本当に最後まで優しく見守ってくださってだなと思います。あと小田はユニットを今日一緒に小田が新しく覚えてもらってやったんですけど、卒業するのっていうラインが入って2,3 日前に聞かれて、そうするよって言いました。15分だった。本当にたくさん先輩にお世話になったので、先輩からの連絡もいただいて、
あの改めて感謝でいっぱいですし、最後の最後まであの感謝を伝えて HKT の力になれたらなと思います。はい、ということで、なんかあ、すいません、たくさんタワーを投げていただいたのに、ちょっと私が勝手に感慨深くなっちゃってずっと喋ってましたね。ランキングだけ読ませていただいた方がいいですかね。うん、皆さんコメントたくさんありがとうございます。じゃあちょっと今日は目に焼き付けてランキングも見てますし、タワー投げてくださった皆さんもありがとうございます。また後日配信するので、あと卒業まで、秋まで短い期間になりますが、また配信します。どうぞ最後まで皆さんよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当におやすみなさい。みんな寝てね。ありがとう。